頭痛。頭痛とは、頭部に感じる痛みのうち、表面痛でないもの。様々なタイプの痛みを含んだ幅の広い症状概念である。ありふれた症状である一方、これを主症状とする致命的疾患もあり、他方で原因が特定できないことも多いという、症候学上非常に重要な症状。原因は様々と言われるが、基本的には、 すべての頭痛の原因は一つとされる。血液中のある物質による炎症反応とも言われる。頭痛はありふれた症状で外来初心患者の約10%が頭痛を主訴とする。日本人の3の4人に1人約3000万人が頭痛持ちである。そのうち2200万人が緊張性、頭痛、840万人が肩頭痛、1万人が 群発頭痛と言われる。蜘蛛膜下出血、脳腫瘍による頭痛は、毎年約1万人から3万人に発生する。日常生活に支障ある頭痛を、世界中で最低40%の人が経験する。男性よりも女性の方が、頭痛の症状を訴えることが多く、筋緊張性頭痛の6割、肩頭痛の8割が女性である。 女性が訴えることが多い頭痛の一つに生理時に伴うものがあるが、これは生理中にエストロゲンが血中から減少し、それがセロトニンに何等かの影響を与えて、片頭痛を引き起こしやすくなるからでないかとも考えられている。心因性などを原因とする例は、下記参照。頭痛は緊急に集中治療を施さなければ、 死に至る疾患の標徴であることがある。その疾患とは、蜘蛛膜下出血、髄膜炎、大きな脳出血の三つである。脳腫瘍も放置すれば確実に死に至るが、緊急度では、前三者には遠く及ばない。また、重度の緑内障発作であった場合には、生命には影響しないが失明の危険が大きく、緊急度は高い。それらの疾患を示唆する兆候は、 以下の通りである。プライマリケアにおいて、頭痛を診療する、医療従事者は、以上の兆候を見逃さないことが、防衛医療の上でも重要である。特に急速に増悪する頭痛、病歴の辻褄が合わない、以前と違う、神経極在所見、睡眠から覚醒させるほどの頭痛がある場合は、頭部 CT が施行される場合が多い。危険な二次性頭痛を疑う兆候としては、 スニュープというものが提唱されている。頭痛は大きく、基礎疾患のない一次性頭痛と別の原因疾患による二次性頭痛に分けられる。一次性頭痛の場合、一次性頭痛の一つが単独で起こっている場合もあれば、二つ以上が合併して起こっている場合もある。一次性頭痛は慢性、反復性のため、多くの場合、患者がいつもの頭痛と心得ており、 医療機関を受診しないことが多い。受診時は大抵普段経験したことのない頭痛として受診す。緊張型頭痛が発症する原因としては、精神的、身体的ストレスや筋肉の緊張などが複雑に絡み合っていると考えられている。この種の頭痛に関係すると考えられる項目は次の通りである。いずれも女性に多く、数日持続する。 患者に進行し、典型的には、頭を取り巻く鉢巻状に痛む。ストレスや鬱つによって起こり、主に頸部、側頭部の異常な筋収縮に起因する。治療は、遠生図、筋弛緩薬や知恵のジアゼピン系、抑うつ症状に酸関係抗うつ薬などが使われる。低い枕で寝ることも有効。肩頭痛は、片頭痛とも書き、片頭痛、または、 変頭痛と呼ぶ。朝、目が覚めて起きた時から頭痛として感じる場合や、太陽の光などを頭や目に受けて頭痛が起こった場合は、肩痛の可能性が高い。激しい運動後や緊張が解けて、ほっとした時、休日などにも起こりやすい。変頭痛患者の1割前後で前兆が見られる。変頭痛の発生メカニズムについてはまだ解明されていない部分もあるが、 有力な説としては、セロトニン説と神経血管説の二つがある。また、遺伝の要因もあるとも考えられている。肩頭痛は血管による白動性の痛みで、若い女性に多く、しばしば家族性である。変頭痛の前は、食欲が旺盛になる、甘いものが食べたくなる、眠気を刺すなどと言われているが、実際に発作を予期することは不可能である。悪心を はじめ、めまい、圧痛、食欲不振、多幸感などを伴うこともある。前兆を伴うタイプもあり、視覚暗転、線輝き暗転、ギラギラ輝く、歯車のようなものが見える、一過性反毛、視界の一部が一時的に欠けて見えなくなる、変麻痺、片側性感覚障害、痛みと反毛の出ている、側の手のしびれ、言語障害、舌のもつれなどが前兆として見られ。 睡眠で警戒することが多いが、気象で始まることも多い。ただし、睡眠中に呼吸が無意識のうちに止まってしまうという、睡眠時無呼吸症候群が原因となっていることもある。口呼吸する習慣のある人、肥満気味の人は、要注意である。軽症では、遠生図、中等症以上では、トリプタン系薬物が用いられる。エルゴタミン製剤も有効な場合がある。 またカフェインも効果的である。発症のメカニズムについては、未だ明らかにされていない点が多いが、頭部の血管の拡張が関わっているのではないかと考えられている。飛行機の着陸時に耳を何棒かのもので塞いでいたら、この痛みが出たというケースもある。群発頭痛の最大の特徴は、1年から3から4年に、数回程度、1ヶ月から3ヶ月にわたる、群発期に、 毎日のように決まった時間に発症する場合が多い。近年は薬の副作用なのか、時間だけがずれて、群発発作が起きる人が多い。群発自身のようにある時期に固まって起きることから、群発頭痛と言われている。日本では、変頭痛や三叉神経痛と間違われる場合が多く、この病名を知らない医療関係者も多いと考えられる。人により、 発作が来る時間は様々だが、睡眠中に発作が来ると激痛で目が覚める。これにより睡眠に恐怖を感じるケースも多い。痛みは数ある頭痛の中でも群を抜き、スプーンで目玉をえぐられるほどと例えられる。また、火山がマグマを吹き出す感じが痛みを表す状態に似ていると例えられる。あのマグマのような群発発作は急激に襲ってきて、こんなに痛くて、 なぜ死なないのか不思議なほどと言われる。患者にしかわからないところ、自己申告が残念であり、誤解されるところでもある、とされる。お産などよりも痛いとされ、心筋梗塞、尿路血石、と並び生きているうちに味わえる三大痛の一つとされ、別名、自殺頭痛とまで呼ばれている。目の後ろを通っている血管が拡張して、炎症を引き起こすため、 目の奥の痛みを自覚するようである。また、この血管を取り巻いて、類腺の働きや、動向の大きさをコントロールしている、自律神経刺激されて、涙、鼻水が出る、動向が小さくなるといった症状を伴うとも言われる。吐き気を伴う場合もある。現在の治療法は、イミグラン、3ミリグラムの注射と純酸素吸入が効果的である。 英国国立医療技術評価機構のガイドラインでは、警備トリプタンと酸素を勧告している。治療薬はトリプ体系のイミグランなどが使われるが、作用には個人差も大きいため、必ず医師の診察を受けること。主席酸エルゴタミンを使用したカフェルゴと、平成20年3月末日で、ウリチューシ、クリアミン、S 錠、A 錠などが使われることもある。また、 主席酸エルゴタミン系とトリプタン系の薬は、併用禁止で、薬は必ず24時間開けなければならないため服用には十分注すること。トリプ体系、イミグランなどの薬は、閉経後の女性、心疾患の危険因子を有する患者には慎重に投与する必要があるとされる。群発頭痛の海外での一般的な治療法は、イミグランの自己注射だったのだが、 最近まで日本では頭痛に対しての自己注射療法が認められていなかったために即効性のある効果的な治療が困難であった。しかし2008年4月より保険適用にてイミグランを自己注射して群発頭痛を治療することが可能となっている。予防薬に関しては実際にはスリー、パキシルトーステロイドなどが処方されている保険適用とはなっていない。 カルバマゼピンとガバペンチンが新薬として注目されているとされる。2011年現在がエブリンク大阪大学医学部附属病院と通医療センター参照のこと。群発頭痛は激痛のためトリプタイ系の薬、イミグランなどの多量服用は慎重にしなければならない。とはいえ我慢の限界を超えた痛みであることは経験者にしかわからないので、 周囲から誤解を受けることもしばしばである。また、群発期中にアルコールを摂取してしまうと、薬の効果が薄くなり、即座に激痛に襲われることもある。プレドニンやデカドロンなどのステロイド療法もあるが、副作用のリバウンドで苦しむこともあり、注意が必要である。また、重症の場合は、慢性の群発頭痛に至ることがある。慢性の群発頭痛とは、 痛みの最大値を10段階で表すと、常にレベル3から5の痛みが取れない状態が続くものを言う。群発発作期と群発発作期の間も常にレベル3から5の痛みがあり、発ー時の痛みはレベル10、マックスが1から2時間続きその中に群発的に10段階の痛みが襲ってくる耐え難いものであると言われる。アルコール飲料を飲みすぎた場合に起こる頭痛で、 二日酔いの代表的な症状としてもよく言われる。二日酔いの頭痛の原因については、様々なものが複雑に絡み合っていることもあり、一概に断言はきないが、主なものを挙げると以下のものがある。なお、どのアルコール飲料をどの程度飲めば頭痛が起こるということには、個人差があるようだが、同一量を飲むと想定した場合、アルコール代謝能力が低い人ほど、 アルコール度数が高い飲料ほど頭痛を起こしやすいとも言える。なお、赤ワインはチラミンを含有する分だけ頭痛を起こしやすい。基本的に頭痛の治療は薬物などによる対象療法が行われることが多いが脳の疾患がある場合はその原因を取り除く治療も行われる。また、頭痛を引き起こす原因が生活習慣に存在する場合は それを改善し取り除くことも推奨される。以下、主に対症療法で使用される薬物等を紹介するが、薬の服用や生活習慣の改善を行っても症状が緩和しないなどの場合は、素人判断せず、脳外科などの専門医で相談する方が望ましい。なお、これら薬物を長期にわたって常用すると体が薬に慣れてしまって効きにくくなったり、 薬の効果が切れる薬を飲むという悪循環に陥って薬物乱用頭痛といわれる症状が起こることある。また、頭痛治療薬服用中にアルコール飲料を飲むことは胃を荒らす原因になったり薬剤によっては体内で毒性の高い物質に変化するなどの弊害を起こすことがある。片頭痛の予防薬としてバルプロサンナトリウムカルシウムキッ薬。 ベータ遮断薬、ベータ遮断薬などの服用がなされる。主に、痛みを引き起こす物質の合成を抑える、痛みを感じる中枢をブロックするのにタイプに分けられる。英国国立医療技術評価機構のガイドラインでは、アセトアミノフェンアスピリン遠生度を単独、または併用の服用が、月に15日以上ある状態が3ヶ月以上続く、場合、 薬物乱用性頭痛の可能性が疑われるとしている。ナイスは、急性期の頭痛患者に対して、薬物乱用頭痛のリスクを説明することを勧告している。肩頭痛を伴うミトコンドリア病の場合は、ナイアシン、ビタミン B1、ビタミン B2、リポ酸や、コエンザイム90の補給が行われている。これらは、ミトコンドリア内のクエン酸回路及び電子。 伝達系を回すために必要となる栄養素である。また、慢性変頭痛は、反復性変頭痛よりもビタミン B2 や、コエンザイム90の欠が多いとする研究が存在するものの、これらのサプリメントが、肩頭痛を予防するかは、まだ分かっていない。ビタミン B2 は、レバーに、コエンザイム90は、初に多く含まれている。また、ミトコンドリア病の治療において、 タウリンの補給も試みられている。ミトコンドリアでのタンパク質合成にはタウリンが必要となるものの、ミトコンドリア病の一種であるメラス及びイフの患者では、タウリンと転移 RNA の結合現象が指摘されており、その解明が進んでいる。なお、片頭痛患者は、片頭痛に伴い結晶及び脳脊髄液にタウリンが放出されるとする研究があるものの、原因は不明。 また、筑波大学の研究によれば、アミノ酸のグリシンは、老化による、高天性ミトコンドリア呼吸欠損を回復すると、しているものの、グリシンが、頭痛に効くかは不明。変頭痛患者は、脳脊髄液のグリシン量が、健常者よりも多いとされる。レスベラトロールはミトコンドリア機能を改善すると、されるが、頭痛に効くかは不明。逆に、 レスベラトロールの副作用によって頭痛が起こる場合もある。ミトコンドリアは褐色脂肪細胞に多く含まれているが、マウス実験において褐色脂肪細胞はセルト1の活性化により増えるとされており、レスベラトロールはそのセルト1を直接活性化すると見られてたが、後にその直接的な活性化は間違いであり、蛍光分子の導入により起きていたことが判明した。 レスベラトロールは、イタドリに多く含まれている。クエン酸回路の燃料となるアセチル COA を生成するための解凍系及び β 酸化も重要となる。歩行素 A は、解凍系及び脂肪酸代謝の両方において必須となっているが、その歩行素 A の合成には、パントテン酸が必要となる。パントテン酸欠乏症でも頭痛が起きるとされる。また、 脂肪酸代謝では、L カルニチンが必要となるほか、解凍系では、グルコースのリン酸化にマグネシウムイオンが必要となる。酵素欠乏によるカルニチンレベル低下は、肩頭痛の原因となりうるとの報告がある。また、L カルニチン及びマグネシウムの摂取は変頭痛に効果のある可能性がある。低血糖症でも頭痛が起こりうる。この場合、 ブドウ糖の呼吸が行われている。ミトコンドリアの後期的呼吸には酸素が必要となるため、酸素欠乏症や高山病などにより酸欠状態になることによっても頭痛が起こる。この場合、酸素吸入などが行われる。酸素吸入は、群発頭痛の治療にも使われているほか、肩頭痛や緊張性頭痛などの他の頭痛にも効果のある可能性がある。また、 酸素を運ぶ赤血球が減って貧血になることでも頭痛が起こりうる。鉄血防性貧血の場合、鉄分や鉄分の吸収を助けるビタミン C の補給が行われている。悪性貧血の場合、ビタミン B12 の補給が行われる。なお、セリアック病などによる消化器官の損傷も長期的に鉄血防性貧血や悪性貧血を引き起こしうる。 セリアック病の場合は、グルテンフリー食品への切り替えが行われている。血液の流れが阻害されて、酸素の供給が滞ることでも頭痛が起こりうる。例えば、多血症は赤血球が多くなることで血流を鈍くし、その結果頭痛を起こす。脱水によっても、相対的多血症が起き、頭痛が起こりうる。脱水の場合は、水分と電解質の摂取が行われる。 なお、逆に、水分過剰の場合でも頭痛が起こりうる。頭蓋内圧の上昇でも頭痛が起こりうる。頭蓋内圧上昇の原因の一つとして低ナトリウム血症がある。低ナトリウム血症には様々な要因によるナトリウム欠乏や水中毒などがある。水分過剰の場合は水分の摂取を控える必要がある。 ナトリウム欠乏の場合は塩化ナトリウムの補給が行われている。また、脳拒血は神経細胞を守るためにヒスタミン放出を促し、ヒスタミンは脳不死を誘導して頭蓋内圧を上昇させる。そのため、脳拒血は群発頭痛を引き起こす。群発頭痛の場合は酸素吸入が行われている。ヒスタミン頭痛は ヒスタミン食中毒のようなヒスタミンの直接摂取でも起こりうる。ヒスタミンの溜まりやすい食品は注意が必要となる。片頭痛患者は三叉神経の随章に異常があるとの報告が存在する。随章の構成要素にはセラミドとホスファチジルコリンより合成されるスフィンゴミエリンが存在するがエピソード性変頭痛患者は血清中の全セラミド量及び 自費ドロセラミド量が少ないとの方がある。セラミドは、デノーボ経路により、と、エルセリンなどから合成される。また、マウス繊維目細胞でのインビトロの実験によれば、ホスファチジルセリンもセラミド合成に使われるとされる。しかし、エルセリンやホスファチジルセリンの摂取が頭痛を防ぐかは、わかっていない。関係は不明だが、ホスファチジルセリンとホスファチジン酸を含むレシチンの摂取に、 月経前、症候群への効果があるとする研究がある。また、ネルボン酸も、随症の構成要素となっている。ネルボン酸の摂取は脱髄を予防できる可能性があり、脱髄疾患に有益な可能性がある。その他、高血圧の片頭痛患者は突発性難聴になりやすいとされるが、突発性難聴のリスク因子には、ネルボン酸や、 保塩剤無90の低レベルがあるとする研究がある。しかし、ネルボン酸の摂取が、肩頭痛や肩頭痛に関連する突発性難聴を防ぐかは分かっていない。重金属中毒によって、神経等が侵された場合も頭痛が起こりうる。例えば、鉛中毒になった場合、気化した金属水銀を吸い込んで、水銀中毒になった場合、カドミウムを吸引して、 カドミウム中毒になった場合などに頭痛が起こりうる。水銀体温計や蛍光灯が割れた場合は、水銀を吸い込まないように注意が必要となる。また、頭痛の一つに、頭部神経痛があり、これは、頭部の末梢神経障害による頭痛となっている。末梢神経障害の原因の一つに、ビタミン B1、ビタミン B6、ビタミン B12 レベルの低下が存在する。 この場合、これらビタミンの補給が行われる。糖尿病でも、末梢神経障害が起こる可能性があり、それによっても、頭部神経痛が起こりうるという報告がある。糖尿病では、ビオチンと酸化クロムの同時補給に、乳を下げる効果のある可能性がある。なお、糖尿病の治療では砂糖や炭水化物などの糖質を控えたり、 薬を使ったりによって血糖値を下げることが行われているが、これによって低血糖症になることでも頭痛が起こりうる。肝元型グルタチオンは脳における酸化ストレスの保護に重要となっているが、関係は不明なものの、肝元型グルタチオンレベルの低下は、肩頭痛の重さに相関するいう報告がある。グルタチオンは L グルタミン酸、L システイン。 グリシンより構成されており、グルタチオンの赤血球濃度は、エルシステイン及びグリシンの経口補給によって上げることができるとされるものの、それらの摂取が頭痛に効くかは不明。ライム病は頭痛の原因の一つであるが、ライム病を引き起こすボレリアブルグドルフェリキンは、エルシステインを吸収することにより増殖率が上がり、また、宿主のエルシステインを減らすことで宿主の グルタチオンレベルを低下させる可能性がある。アレルギー性鼻炎も、頭痛の原因の一つであるが、ラットでの実験によれば、アレルギー性鼻炎は、グルタチオンレベルを低下させるとされ、実際のアレルギー性鼻炎患者もグルタチオンレベルが、低いと報告がある。アレルギー性鼻炎は、アラキドン酸マイナス5リッポキシゲナーゼによる、アラキドン酸からのロイコトリエン A4 合成を流し、 がグルタチオンを消費して、ロイコトリエン A4 からシステニルロイコリエンを生成する。また、グルタチオンレベルの低下は、慢性腹鼻空炎や慢性中耳炎などの慢性炎症とも関係があるとされる。一酸化窒素は頭痛を引き起こすとみられているが、体内において一酸化窒素は一酸化窒素合成酵素によって、エルアルギニンから生成される。 アルギニンの生合成は、尿素回路で行われているが、関係は不明なものの、慢性尿素回路障害の症状にも頭痛が存在する。また、頭痛を持つ、非抗アンモニア血症のオルニチントランスカルバミラー、血損傷患者は、頭痛を持たない、同病患者よりも NOX 及びアルギニンレベルが低いという報告が存在する。ミトコンドリア脳筋症。 乳酸アシドーシス、脳卒中様発作症候群においては、L アルギニンの摂取がその症状を改善するとされる。アレルギー性鼻炎は、頭痛の原因の一つであるが、アレルギー性鼻炎では微粘膜において、L アルギニン分解酵素であるアルギナーゼの発現レベルが上昇しているという報告がある。関連は不明だが、L アルギニンと L グルタミンの組み合わせが、 肥満細胞におけるロイコトリエン C4 の有利を防ぐというインビトロな研究が存在する。しかし、L アルギニンの摂取は逆にアレルギー反応を引き起こす可能性がある。また、体内の細菌には宿主のアルギニンやその代謝物を減らして自らのエネルギー源とするものが存在する。死臭病は肩頭痛の原因の一つとして疑われているが、関連は 不明なものの、主な死臭病の病原菌であるは、他の高校細菌と異なりによって、タンパク質アルギニンの代謝を行っている。高気圧酸素治療は、死臭病にも効果があるとされる。急性副鼻腔炎から来る頭痛の場合、主要な原因はウイルスにあるため、原因ウイルスによっては、ハスパゴを阻害する、没食脂酸エピガロカ的に効果のある可能性がある。 持植資産エピガロカテキンは緑茶に多く含まれている。また、上陰頭炎でも陰頭痛と共に頭痛が起こるという報告がある。後部尿道炎と神経衰弱に関係があるとする古い報告も存在する。内野心欠乏によって起こるペラグラも頭痛を引き起こす。内野心は粘膜の健康に保つために必要であり。 内野心の摂取はペラグラ患者の粘膜の痛みを緩和する。また内野心は作用機序が不明ながら一部の頭痛に効果があったという報告がある。ビタミン A 過剰症も頭痛を引き起こす。ビタミン A 過剰症は皮膚や粘膜を乾燥させ口角炎などを引き起こす。ビタミン A 過剰症の場合、ビタミン A の摂取を控える必要がある。一方、 ビタミン A 欠乏については、粘膜の上皮化成を起こすという報告があるものの、頭痛との関係は報告されていない。ビタミン D 欠乏を伴う変頭痛も存在する。頭痛との関係は不明だが、ビタミン D には慢性炎症を抑制する効果があるとされる。抗酸化物質のアスタキサンチンは、眼性疲労に効くとされており、眼性疲労に伴う緊張性頭痛にも効く。 可能性がある。アスタキサンチンは鮭などに多く含まれている。その他、ビタミン B12 の補給に、頭痛軽減の効果のある可能性がある。頭痛の分野からは、やや外れるが、神経痛とはいえ頭痛との区別がつきにくい場合がある。次に代表するものは、鎮痛剤よりも抗転換薬などの使用が望ましい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。